とするが、1996年以降、西村総合法律事務所の代表者として、同事務所の経営に当たっており、マスメディアに対しては、同事務所の経営者として、コメントをしたりインタビューに応じたりしている。また、金融監督庁または金融庁から破綻した、保険会社の保険管理人に任命され、その破綻処理も行っている。日本経済新聞2004年3月9日、夕刊5面レクシス企業法務第2号、企業の生死を分ける緊急問題に対応できる、ワンストップファームを目指して週刊東洋経済2006年5月27日号、キーパーソン小杉明、西村、常盤法律事務所代表パートナー、日本最大になる、ローファームの舵を取る、弁護士経営者。日本経済新聞2007年3月19日、朝刊、法務インサイド法律事務所進む、大型仮益相反予防へ動く敵対 M&A 顧客と関係作創社外取締役、慎重に、2008年2月号、編集長の目ナンバー98大規模化で、日本のビジネス法務の先頭を率いる。ありがとうございます。